どうも、前さんでございます。今回は音機理想、こちらをやっていきたいと思います。これはチューンソフト発売のサウンドノベルゲーム、最初のゲームですね。音機理想、こちらの実写映画化にもなりましたし、結構知ってる人は知ってる、お話だと思います。音機理想というのは実際にある植物で、それがモチーフとなっているホラーサスペンス、サスペンスじゃねえか、ホラーものとなっておりますね。それではこのプレイステーションにも移植されましたけども、この原点のスーパーファミコンの音機理想、こちらをやっていきたいと思います。ネーム、漢字、主人公の名前か。前さん、前がない。ひらがなでいいか。懐かしい、こんな感じだったね。読んでいった方がいいのかな。山道は細く曲がりくねっている。山陰に入ったせいか、妙に風景が陰気になってきた感じがする。木立が死人の行列に見える。岩石が妖怪のような形をしている。僕は嫌なことは考えないようにした。助手席では波がかすかな寝息を立てている。さっきまで起きていたのに、川釣りの疲れが出たのだろうか。綺麗な寝顔だ。ハンドルを握りながらも、つい見とれてしまった。キャッ、マエサンさん、マエサンさんになっちゃうんだな。波がいきなり声を上げた。思わずブレーキを踏みそうになった。だが、対向車など来るはずもない。波、あ、夢か。こら、僕は小づく真似をした。その時僕は、A、そんな波を可愛いと思った。B、不吉な予感を覚えてゾッとした。これが最初の選択肢なんですね。どっちがあれだかね。不吉な予感を覚えてゾッとした、これかな。あとは目読でいきたいと思います。前さんさん、音機理想、話に尾ひれをつけてやろう。階段調にして少し脅かしてやろう。まあこっちかな。普通じゃ、まあ俺だったらこっちかな。
仮大会。ここまで来たら最後まで聞けよって感じかな。とにかく最後まで聞けよ。わかった、そんな感じでしょうね。おっと、でっけえね。うん。うわ。うん、何をするんだ。自殺を止めたわけだね。あら、おお、お、一緒になって笑うか。全然迷ってないさ。まあ遠回りも味なもんだよ。信じたくて言った。うん、こっちだろうな。おっと、
どれだ。サイドブレーキを引いた。ぶつかるより突っ込むより一回サイドブレーキ。大丈夫か？波。怖っ。出ててよかったね。A だね。ミイラ。おお。ね、いちいちこの驚かせる演出にちょっとあれですね、びっくりしてますね。とりあえず行ってみよう。これこの案この映像っていうかこの絵は絶対忘れられないな、今でも覚えてるもんね。ここまで来たらもう行くしかないね。雨も降ってるしね。黒猫。
ちょっと疲れてるか？スズメバチの巣。巣が震えた。そうだな、逃げ込む、逃げ込もう。手を掴んで忍び物狂いで入った。波をかばいながら夢中で走った。この柱時計の音だけ鳴ってるっていう、この静かなの、なんかね、雰囲気出してるよね。離れた方が良さそう。濁ってるからね。そう。うお、思い出したな、この音。この音。
普通に考えればね。ちょっとあれだね、物語に集中して実況ちょっとしてませんけども、ご了承ください。この前さんさんっていうセリフ見るとなんか現実に引き戻される感じがしますね。痛い痛い。無音。すごいね、恐怖の演出が。本当にそのところにいるみたいですよね。誰？おお、びっ
くりした。そっと。映画ね。離れるな。怖いこと言うなよ。話し声。Whoop.